JR 貨物 A500 系電気機関車 A500 系電気機関車 EH500 型電気機関車は日本貨物鉄道 JR 貨物が1997年平成9年から製造する3電源、方式交流直流量用電気機関車である。公式な愛称は EF210 系のエコパワー桃太郎と対応なす形で、 エコパワー・金太郎とされており、車体にロゴマークが描かれるが、こちらはまさかりを構えた、金太郎のイラストまで入れられている。金太、金太郎とも呼ばれる。字に、鉄道ファンからは、アジュー系のマンモスに対応して、平成のマンモス、機関車と呼ばれることもある。本形式は、日本国有鉄道、国鉄時代に製造され、 東海道本線で使用された、アジュ系以来となる2車体連結、主電動機軸8軸仕様の H9 機である。従来、首都圏函館、五両各間は、直流機交流機、重連、または短期から、静観用交流機、重連と機関車の付け替えがあり、到達時間にロスが生じていた。これを解消して、JR 貨物の保有機関車数を削減する目的と、 共に、東北地方の ED75 系電気機関車や、津軽海峡線の ED79 系電気機関車、老朽取り替えようとして、開発、製造されている。新世代の高直流電気機関車をめぐっては、1990年に、川崎重工業、三菱電機が EEF500 系電気機関車、1992年に、 日立製作所が ED500 系電気機関車を提案して試験を行ったが JR 貨物の要求と合致せず東芝が陶器で受注を獲得した。以後東芝は陶器を大量生産しただけでなく陶器をベースに A200 系直流電気機関車 A800 系交流電気機関車を開発した。一方、川崎三菱グループは EF510 蛍光直流電気機関車を開発するが、日立は電気機関車事業自体から撤退していくこととなった。ここでは量産車について述べる。901号機、試作機については試作機、901号機を参照のこと。東北本線、藤田白石お及び13本機峠の急勾配、青函トンネルの連続勾配を走行するため、 高い粘着性を軸重を増大させずに確保する必要があったことと第二種鉄道事業者として線路保有会社に支払う線路使用量を軽減するためにに車体永久固定方式のエッジ型機関車となった交流区間では交流 20KV を周辺圧器から周辺管装置を介して交流誘導電動機を駆動しており直流区間では直流 1500V を 主変換装置のインバータ部に導き、交流誘導電動機を駆動している。主変換装置1台で2台の主電動機を制御する 1C2M 方式を採用しており、これを4機搭載して、台車単位での制御を可能としている。主変圧機、FTM3 は、そういう風冷式を採用し、2598区場の容量を備える。1両あたり2機搭載する。 主変換装置は沸騰冷却強制風冷方式を採用し、イベット素子を使用した3、レベル PWM 方式コンバータプラス3、レベル PWM 方式インバータで構成されている。補機類や、軽機類の電源を供給する、補助電源装置は、容量150区場の静止系インバータ、SIV を搭載する。主変圧器の三字巻線を電源とし、交流 100V を呼び、 直流 100V を供給する。なお、直流区間では、静止系インバータ内部のインバータ部から供給される、三照、交流 440V を、高圧、整流することで、補機類の電源としている。また、一両に二機の補助電源装置を搭載することで、運転中での上調性を確保している。主電動機、FMT4 は、一時間定格出力565、 キロワットのカゴ形参照誘導電動機である ED75 型や ED79 型で行われていた充電運用解消のために短時間出力を4520キロワットに設定しているが地上設備などとの兼ね合いから通常は直流区間では3400キロワット程度交流区間では4000キロワット程度で運用される台車は EF210 軽量3車と同形式の軸量式、ボルスタレス台車を装着する。台車形式は1エンドがからい FD7 回、FD7G、FD7H、FD7I である。溶断波を備える。終電装置は PS22E 型下枠交差式パンタグラフを2機搭載する。制動方式は短期に発電ブレーキ、併用電気指令式ブレーキ、 編成に電磁自動空気ブレーキを採用しており、発電ブレーキを停止とそもそも即の際に使用する。空気ブレーキなどで使用される圧縮空気を供給する電動空気圧縮機は FMH3015FTC2000 型を2機搭載する。電動機などの冷却に使用する電動送風機は FMH3016A 回回計16型を搭載する。 1997年東芝府中工場で落成、同社が国内向けに高直流電気機関車を大量6両以上生産するのは初めてだった。1998年3月 JR 貨物に車席編入し、長町機関区廃止に申請配置され各種試験に供された。1999年8月、 仙台総合鉄道部完成に伴い同所に転属した。クリーム色の全面体は正面窓直下、形式番号表示部にあり、幅は量産車に比べ細い。全消灯は正面下部に設置され、正面窓の傾斜角も量産車とは異なる。車体側面のルーバーは量産車に比べ小型で、最高窓は片側5組、2車体と量産車に比べ多い。 また、車体横の製造メーカーの名板は、A500 から901号機のみ、英語表記で、都市場となっており、名板の取付位置も量産車と異なる。量産車は日本語で、東芝と表記されている。搭載機器についても量産車と異があり、主編圧機は、容量5141区場のものを1機、補助電源装置は140区場のものを2機搭載する。台車は、 基本的に量産車と同等であるが、形式は1エンド側から FD7A、FD7B、FD7C、FD7D となっている。エコパワー、金太郎のロゴマークは量産車と異なり、片方の JRF ロゴの横に付けられている。なお、落成時にこのマークは付けられていなかった。2000年3月に製造された。 901号機の試験成績を踏まえて製造された量産先行機である。試作機では1機のみ、搭載の主変圧機を各車体に1機、計2機搭載するなど内部機器配置の変更がなされた。車体側面のルーバーは、天地寸法が拡大され、最高窓は片側2組、2車体となった。外部塗色は赤紫寄りに変更、全面体は形式番号直下に移され、 若干太くなった。901号機と同様に、落成時にはエコパワー、金太郎のマークは付けられていなかった。2000年3月から2001年1月に製造された。全消灯への着設による消度低下の対策として、これを紙型全面タイに移設した。製造途中に、愛称ロゴマークが一般公募により決定され、以降の新世紀は、 エコパワー、金太郎のロゴマークを車体側面に表示して出場した、既存機にも順次施行した。2001年8月より製造中である、車体塗色を明るめの赤に変更、運転台周りの黒色塗装は窓枠部のみに縮小、全面体は側面に回り込まず、全消灯外縁で切れる。15号機から全消灯のカバーの形状が変わり、 白線がわずかながら細くなった。さらに73号機から光尾灯が電球式から LED 式に変更された。これは光尾灯の色で判別できる。また製造途中から GPS アンテナ列車位置検知装置が追加装備された。GPS は既存機にも順次装備された。一部の車両45から50、67から72は 関門トンネル用として JR 貨物文字機関区に配置し ATCL と ATSPF は装備しない。2013年2月時点で仙台総合鉄道部に901.1から44.51から66.73から81の70両、文字機関区に45から50.67から72の12両が所属している。 製造実績は2006年度が10両、2007年度は9両、2008年度は3両、2009年度は4両、2010年度は6両である。2010年度の6両は山陽、鹿児島線への追加投入用とされ、関門トンネル区間で従前から使用されてきた EF-81 型を順次置き換えた。主層風機、MMBM、 発電ブレーキの抵抗送風機から発生する風切り音はかなり大きく、走行音だけで本形式は容易に判別できるほどで、以後製造されたアニ100型などに低騒音系の送風機を採用する契機となった。最近では各社にヘッドマークステー取付台を設置していたが、2009年10月以降から撤去されている。 三電源対応の機関車であるが、日本海中間線は、秋田以北のみの運用である。2017年12月5日には、30号機が、JR 各社発足30周年記念ツアーにて、上野駅東仙台信号場間を寝台特急、カシオペア用客車 E26 系を牽引する運用についた。仙台総合鉄道部。 首都圏北海道連絡の高速貨物列車を主体に運用されているが運用区間の長さゆえ走行距離ごとの点検頻度が増え稼働率低下の主因となっている一時期は故障が多発して稼働者が不足し一度運用を外れた ED75 型を整備の上で復帰させて稼働者を充足した時期もありその後は走行距離を抑え最小限の車両数で運用するために 本形式の運用を東北本線黒磯駅北の交流区間のみに限定させ、黒磯駅以南の直流区間は東海道、山陽本線系統の EF210 型などの直流電気機関車が軽装する運行形態が多く、本来の首都圏北海道間の主な直通運用は隅田川駅、新鶴見信号場五両角駅間と越谷貨物ターミナル駅五両角駅間。 東京貨物ターミナル駅五両角駅、下り一本のみである。このほか、隅田川駅、新鶴見新五条駅、仙台貨物ターミナル駅間の首都圏東北間の中距離直通運用がある。また、2013年3月16日ダイヤ改正では、JR 東日本田端運転所所属の EF510、計5 0 0番台を機会る形で、 常磐線貨物の間合い運用が設定された。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震、東日本大震災は本形式の運用に、著しい影響を及ぼした。仙台所属の試作機901号機が離災したほか、東北本線の普通に伴い被災地への物資、迂回輸送対応として設定された、石油輸送臨時列車。 根岸駅も織岡貨物ターミナル駅間、上越線、新越本線、上越本線、大宇本線経由では、同年3月18日の運転開始時から一部区間で、牽引に重当された。同年4月末からは、一部車両の側面に、復興メッセージをデザインした大型ステッカーを、重付している。2014年頃から ATSPS 型の、搭載が順次行われている。 2016年3月の改正で、北海道新幹線新函館北斗駅延伸により、青函トンネル区間が、新幹線対応の交流2万5000ボルトに、昇圧されることや、保安装置の関係から、この区間の運用は800型にすべて変更され、a 500経営運用の北限は青森まで縮小となった。それに伴い、秋田貨物駅や東海道線の相模貨物駅への、 乗り入れを開始した。文字機関区2007年から本形式が配置され、関門トンネル区間、畑製創車場北九州貨物ターミナル駅間での運用を開始した。2011年には、北九州貨物ターミナル駅、福岡貨物ターミナル駅間の輸送力増強時が完了したことに伴い、畑製創車場福岡貨物ターミナル駅間へと、 運用範囲も拡大されている。本形式の本格運用、及びターミナル駅の改良や鹿児島本線内の対比線増強と合わせて2011年より計、貨物ターミナル駅福岡貨物ターミナル駅間で従来不可能だった1、300トン貨物列車の直通運行が可能となった。なお、文字機関区所属の本形式は、九州内及び関門トンネル区間の運用にのみ、 重東を出ており、旗製奏車上位等は e f 2 1 0型などが軽装する形態をとる。配置にあたっては、本格運用前に2004年4月に25号機が、6月に27号機が運用試験に供されている。これは、同区間における1、300トン貨物列車の運行開始と e f 8 1軽電気機関車、300.2400番台。 の地換へを念頭に実施されたものであった。本来、本形式は3電源対応、直流、交流5 0ルツ6 0ルツとして設計されており、広範な運用が可能であるが、東北北海道連絡系統以外で、本格的に運用されたのは、文字機関区配置者が初めてである。仙台総合鉄道部車と異なり、当初は保安装置は、 ATS-SF 型のみ搭載していたが2015年頃から ATS-DEF 型を追加搭載するようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。